皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。リバプールの遠藤航がついに移籍後初ゴールを決めてくれた。日本代表のキャプテン、とにかく嬉しいです。よかった。10月26日に開催されたヨーロッパリーグのグループステージ第3節で、リバプールは本拠地アンフィールドでフランスのトゥールーズと対戦。遠藤が 4-3-3 のアンカーでスタメンに名を連ねた。プレミアリーグではなく、フランスの下位のチームとの対戦ですが、カップ戦でも試合に出ることに意味があります。1対1で迎えた前半30分、コーナーキックの流れから、アーノルドのクロスにペナルティエリア内で待っていた遠藤がヘディングシュート。移籍後初得点を奪った。アーノルドが蹴る一瞬前にくっと前にポジション取った動き出しが素晴らしかったと思います。リバプールはその後も攻め続け、終わってみれば大量5得点でトゥールーズに勝利した。これでリバプールはヨーロッパリーグ3連勝を飾った。本来はチャンピオンズリーグに出るべきチームですからね。ヨーロッパリーグだとリバプールは圧倒的ですね。現地ファンからも祝福の声が多く上がっているみたいだね。やったぜ、完璧なヘディングだ。彼のことを考えると嬉しいわ。俺は彼のリバプール初ゴールをずっと待っていたんだ。美しいものだった。なぜ実況は彼がピッチ上で一番小さい選手だと言い続けているのだ。弾丸ヘッドだ。遠藤には本当に驚かされているよ。奇妙な補強だが、良い選手なのが見て取れる。見事なヘディング、今日もいいプレーをしていた。リバプールファンが遠藤の名前をちゃんとしてる。遠藤のアンチがおとなしくなりましたとさ。遠藤、カイセドとエンソの二人よりも多くゴールを決めている。俺は最初から遠藤を信じていた。この男はうちのために仕事をしてくれるだろう。チェルシーのカイセドとエンソフェルナンデスはまだ無得点なんですね。わら。にしても、賞賛というより祝福の声が多いですね。ファンも待望のゴールだったんですね。そうみたいだね。得点ももちろんだけど、海外データ会社ソファスコアによるとこの試合の遠藤は、デュエル勝利数で最多の11回を記録したみたいなんだ。ブンデスのデュエル王が帰ってきました。ついにプレミアでも輝きを放ってきていますね。持ち前の守備力が効いていたのは4回のボールリカバリーと3度のインターセプトを成功させたことからも明らかで、パス精度は驚異の 96% をマークしていたみたいだ。英国の記者ベンスボクサーク氏は、自身の公式 X で、なんというパフォーマンスだ、と脱帽の声を上げるなど、攻守の働きぶりに現地でも脚光が当てられている。デュエル勝利数以外の数値もものすごいじゃないですか。リバプールの専門メディアリバプール .com は、遠藤ほどユルゲン・クロップ監督に感銘を与えた人はいないだろう。と綴り、こう伝えている。今夜、リバプールはプレミアリーグの平均的なチームと比べて格下の相手と対戦したが、日本代表選手が先発出場したこの試合では、レッズが彼のいないここ数試合よりもはるかにコントロールができているように見えたことが雄弁に物語っている。試合時間が増えるにつれ、遠藤はリバプールのユニフォームに慣れ始めており、トゥールーズ戦では、赤いユニフォームを着た彼の最高のパフォーマンスだったのかもしれない。と激賞。さらに賛辞を続けている。まだあるんですか。わら。めちゃくちゃ遠藤のことを称賛してくれていますね。トレント・アレクサンダー・アーノルドのピンポイントのクロスをネットに見事に導き、ゴールを決めたことだけでなく、彼がピッチをカバーし、中盤でのデュエルに勝利し、フィールドの中央を圧倒したことによるものだ。この日本代表選手は、ピッチ上で大差をつけて最多の10回でデュエルに勝利し、カーティス・ジョーンズやライアン・フラーフェンベルフラが彼の前で活躍できるように、レッズが中盤で必要としていた類の守備を与えた。と報じた上で、攻撃面も評価している。遠藤への称賛が止まりませんわら。遠藤は守備でフィルター役をするだけでなく、クロップとリバプールに、彼が最初にアンフィールドに到着した時にはおそらく予想していなかったものを提供した。トゥールーズ戦では守備面で重要な役割を果たしただけでなく、前線でも彼がいかにうまくプレーし、チャンスを生み出し、ボールを保持した際にきちんとしたパスをいくつか出した。などと、攻守にわたる活躍が高く評価されている。リバプール .com からすごい評価されていましたねわら。また、ゴールグローバルのリチャード・ミルズ記者はリバプールの全選手を採点した中、遠藤航とライアン・フラーフェンベルフは印象的なパフォーマンスを披露。ユルゲン・クロップに選考上のジレンマを与えた。とし、チーム最高タイとなる8と採点している。ピンポイントのヘディングをコーナーに突き刺し、リバプールに勝ち越し点をもたらした。この日本代表は中盤で粘り強さを見せ、前へ出た時も創造的かつトリッキーだった。と、称賛。またナインティミンは、チーム2位となる7と評価。リバプールにとっては4月以来となるヘディングでのゴールに、チームが前進するために十分な努力を示し、間違いなく加入後では最高の試合だった。
ストし、移籍後最高のプレーだったと称えた。この活躍にはクロップ監督もニヤニヤが止まらないでしょうね。そうだね。試合後 TNT スポーツのインタビューに応じたクロップ監督は、遠藤について言及。本当に力強かったね。シュプットガルトでは信じられないようなゴールを決めていたよ。素晴らしい試合を見せ、パスでラインを突破してくれたね。彼にとっては素晴らしい次のステップだった。難しい場面もあったが、ほとんどの時間は完全にコントロールできていた。良いゴールを奪い、誰も怪我せず、完璧な夜だったよ。と、遠藤のパフォーマンスを高く評価している。とりあえずこの試合については、遠藤は大活躍でしたね。マリサは今日の試合をどう感じていますか？ゴールも素晴らしかったけど、本来のアンカーとしての仕事ぶりもおおよそ良かったと思う。地味ながらも存在感は抜群で、攻守にわたって献身的に動き回る遠藤だから、リバプールからも重宝される選手になってくれるだろうね。そうですね。この前、元リバプールのミッドフィルダージャーメイン・ペナント氏はデイリー・ミラー氏のインタビューで、遠藤についてはみんなが知っている。地に足をつける必要があるだけ。プレミアリーグのペースをつかむにはまだ日が浅いが、それができるのは間違いない。と遠藤について語っていたんだ。OB からのお墨付き来た。しかし、A メディア TBR フットボールはペナント氏の見解を踏まえながら、遠藤の現状について、遠藤がリバプールで輝く姿を見たいのは山々だが、そのチャンスがどこからやってくるのかはわからない。失礼ながら、彼は決してビッグネームではないし、ユルゲン・クロップ監督はこれまで彼に多くのチャンスを与えてこなかった。今後、負傷者が出れば状況は変わるかもしれないが、これまでのところ、遠藤がリバプールでステップアップし、大きな変化をもたらすとは考えにくい。ペナントの予想が的中することを祈ろう。リバプールは、中盤にもっと厚みと強さを求めているのだから。と、分析しているんだ。ちょっとメディアさん、そんなマイナスな報道はやめてくださいよ。まあメディアの言うことは正しいかもしれないね。なんか南野拓実がリバプールにいた時の状況と似てるかな。でも、ファビーニョだって最初から試合に出れたわけじゃないし、今年いっぱいで慣れていけばいいんじゃないかな。長期的な目線で適応まで待たないといけないですね。それほどプレミアのサッカーは難しいということですね。今回の相手はフランスの下位チーム。あとはプレミアの上位と試合を行うときにどんなプレーをできるかだね。リバプールレベルになると全員足元の技術が一段と優れてる。当然対戦相手も同じレベルにある。ワンタッチで的確な場所にボールを収める技術と次の動作に移るための判断スピードと精度が求められるわけだ。遠藤がそのペースについていけるかどうか。早く慣れてほしいですね。今はカップ戦が主戦場だけど、この積み重ねがリーグ戦での出場時間を伸ばすことにもつながると思うから、なるべく多くのタイトルを獲得できるように、今は今の仕事に誇りを持って集中しチームに貢献してほしいね。そうですね、いずれはこのチームでキャプテンマークを巻き、名実ともにリバプールを牽引する選手になってくれたらと思います。頑張れ遠藤。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。